スエン・コンスタンチノビチ・シャドゥンツは、アルメニア人のボリシェビキ。1898年、ロシア帝国エリザベトポリ県、ジェブライリで生まれた、アルメニア人。主社実家学校に通い、1917年から、ボリシェビキ党員となった。1920年のアゼルバイジャン社会主義、ソビエト共和国及び、アルメニア社会主義ソビエト共和国樹立にも、役割を果たし、 同年5月まで当州委員会教官を務めた。その後、カラバフザンゲズルのチェーカー副議長や、アゼルバイジャン共産党中央委からのギャンジャ党組織、粛清全権を務めた。アゼルバイジャンアルメニア間の領土問題については、ザンゲズルをナゴルノカラバフ自治州に編入することや、自治州をアゼルバイジャン共和国ではなく、党中央坂深ース地方委の直轄に置くことなどを、 提案している。翌1921年3月には、アルメニア共和国に移って、供給会議副議長やアルメニア共産党、中央委員組初期にもなった。同年から翌1922年まで、アルメニア共産党、エリバニシー委員会責任初期を務め、1922年から1923年までは、全連邦共産党中央委員にも勤務した。 1922年5月5日から7月29日までは、エリバニシソビエト執行委員長でもあった。1923年6月から1927年1月まで、アルメニア共和国人民委員会議副議長及び、農業人民委員部水資源部部長、翌月から1928年まで飛びりしで、ザカフカース水資源部副議長及び部長となる。 同年2月から1931年1月まで、モスクワで、全連邦共産党中央委と、労働監査人民委員部で、面グループを引き、翌月から1932年2月まで中央、アジア面協会議長、1932年から1934年10月2日まで、党中央委中央アジア局初期を務めた。1931年春には、 中央アジア局全県として軍を指揮し、多軸共和国からアフガニスタンへとバス町を配送させている。1930年7月13日から1934年1月26日までは、党中央統制委メンバー。1934年10月2日から1937年11月までは、党中央委付属党統制委メンバーでもあった。 1935年1月3日から1937年1月16日まで、タジキスタン共産党中央委、第一初期も務めたが、党党制財務グループ長であった1937年11月11日に、モスクワの自宅で逮捕され、翌1938年4月21日に、反革命テロ組織への参加を理由に、連邦最高裁軍事参議会によって、 死刑判決を下され、同日処刑された。その後、1956年9月に名誉回復がなされた。ありがとうございます。